バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、一人寂しくお届けしちゃうんですけれども、聞いてくださってる皆さんがいらっしゃいますからね。私自身は寂しくありませんよ。ぜひ最後までイチャイチャ私とお付き合いください。よろしくお願いいたします。あっという間にね、鹿児島も寒くなってきまして、すごいよね天気予報、よく当たるよねって感じのね、娘と会話をしておりましたが、まあ、子供たちはさ、今中学生とかはもう夏服から中間服でまた冬服っていうね、衣替えの時期なので、やっぱりさ気温って大切じゃないですか。もうね、私だけ寒い思いしたって言わないようにと思ってね。たださ、沖縄もだと思うんですけど、鹿児島ももう昼は暑いのよね。ただ朝晩が冷えるからさ、なんともね、この体調を崩しやすい時期って本当今だよなと思ってね、私自身も気をつけてはいるんですけれども、とは言いつつ昨夜ですね、暑くてなんかね、長袖着て寝てたらなんかチクチクしだして、もう脱いじゃったわけ。でもそれってもう無意識で脱いでるからいや、ようこいきなり何の話をするんだっていう感じかもしれませんけれどもね。そうした時にさ、ちょっとさ夜中またさ、こう寒くてさ起きるじゃん。そしたら、なんで脱いだのって誰も責めれないもうこのね、このなんていうの、どうにもできない自分のアホさ加減がね、今日朝からよかった声出てと思いましたね。だってさ、喉がさ商売道具なのに、風邪ひいたら大変だからね。結構ね、喉を壊す時って使いすぎた時とか、乾燥してる時とか、冬場もなんですけど、秋口の方がねちょっとケアが大変かなと思ってて、例年だと秋はほら繁忙期なのでね、芸術の秋とよく言いますよね。結構イベントにも呼んでいただいて、なのでね、陽子は10月11月は結構喉のケアだからかな、毎年12月はバテてますよね。今年はねそんな要素がない予定ですね。だって11月6日久々のバンドでのライブ、キャバルボホールでございます。そして12月は18日、こちらもキャバルボホールって同じ会場なんですけれども、こちらはアコースティックでしますね。なのでいたわる時間いっぱいなんで、風邪ひいてたらねプロ失格だよってみんなに言われそうなのでね、とにかく夜中私は洋服を脱がないようにしたいと思います。昨日はね、ちょうど隣にね、一度娘がね寝てたんですよ。私のダブルベッドにね一緒に寝てくれてたんですけれども、娘もね若いから半袖で寝てますけどね、まあ、だからどうしたっていう話なんですけれどもまあ皆さんもとにかく風邪には気をつけてくださいね。それではここで一曲皆さんにお届けしたいなと思います。来月11月29日をもちまして、陽子のこのねシンガーソングライターとしての活動丸6年そして7年目に突入いたします。最初はさ、もうなんていうのかな、7年とか10年とか、こうなんていうの、こう周りのアーティストさんが迎える節目、先だな、まだまだだなと思ってて、じゃあ私そんだけ時間がねまだ先にあるわけだから、どういうことができるんだろうって思ってたんですけれども、何がねこの2年でうまく進んで、何が足りなかったのかなって、やっぱりね今月来月はね、特にこの1ヶ月間かな、これからはね多分自問自答すると思うんですよ。その中で忘れちゃいけないのは皆さんへの感謝だなと思ってます。なのでね、私のファーストシングル、そしてこちらスペシャルバージョンになっております。というのはね、一番新しいキス&ハグというフルアルバムに収録した際に、ギター石、ベース平田瑞穂さん、そしてドラム杉野俊之さん、ピアノ太田光一さんという陽子バンドがレコーディング参加してくださっておりますので、ぜひこちら聴いてほしいなと思って、そしてみんなに感謝の気持ちを込めてお届けします。アンフィニッシュドストーリー。
まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味。愛を紡ぎ奏でよう、その先の暖かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む、太陽のような強い私でいるから。一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下、大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく。何度立ち止まっても一歩踏み出す勇気、力に変える、その声をこれからは守って。ようこでアンフィニッシュドストーリーお聞きいただきました。
かっこいいんだよね、このアレンジね。さすがイッシーですね。なんかさ、初めて出した曲を超えることがみんななかなかできないとか、そういうね、あの言葉があるみたいで、よくさ、まあ言葉あまり私好きじゃないんだけど、一発屋っていう言葉とかさ、あの人デビュー曲良かったよねみたいな、そういう言葉ってもう聞くじゃないですか。大物アーティストさんにさ対していろんな人がそういう言葉を使ってらっしゃると思うんですけれども、石井さんから教えてもらったのはね、1曲目がやっぱり一番いいんだと、それを超えていくっていうのは難しいんだと。だけどプロだからやっぱり超えていかないといけないでしょうし、やっぱりこう超えていくためにそのアーティストのチームは頑張っていくでしょうからね。まあそこはさ、陽子もさ超えていきたいなって思って何枚も CD を出し続けているんですけれども、ラブレターズかな、ラブレターズの時に1000人のホールコンサートに挑戦した時に、なんかね一つになった瞬間があったんですよ、私の中で。なんかいろんなことが、いろんな方とね一つになれた瞬間があって、あ、これってファースト超えたかなって思ったんですよね。まあそれも4年は経ってるしね、まあとにかくファーストを超えるっていうのは大事な課題だなと常日頃思っております。なのでね、今ちょっとこっそりこっそりこっそりしなくてもいいんだよ、堂々としろよって感じですけれども、制作活動をしておりまして、ですがね、なかなかですね、34歳、何が邪魔をするんでしょうかね。皆さん教えてください、先輩方、34歳の時はこんなだったよとか。あのね、全く一緒じゃないし、本当はさ、まあ、言葉は悪いけど参考にならないかもしれないじゃない、お互いいろんなことをね。だけど私は決してあなたの歩いてきた人生を歩めないわけですよ。皆さんの歩んできた人生と同じではないわけですよ。だから私はその教えてもらうね話が人生の肥やしになりまして、あ、そういえばこういう時あの方はこんなおっしゃってたなとか、そういえばあの方はこんなことがあったって言ってたなとか、いいよねそれって。なんか本もさ、よく読めって言われてるけど、まあ、そんな感じ。いろんな引き出しを自分の中に作るっていうのが、いろんな人と出会ってその方の心を知るっていうことかなと私は思っております。最近子育てしてて、ほんとね、あ、うちの子がうちの娘でよかったなって思うこともいっぱいもちろんありますし、彼女とね、いろいろこれから子供なんだけど大人になっていく時にね、こういうことをしたいな、ああいうことしたいなと、いろいろね思うことがあります。で、私もさ、いずれこう家族が、自分の家族が増えていった時に、儀式、違うな、約束なんかね、そういうのを楽しくね、こうみんなで作っていけたらなって。も私の実家で例えるなら、毎週日曜日はね、うちの父親がいろんなところに遊びに連れて行ってくれてました。もう父はね、お盆、お正月、そしてゴールデンウィーク、もう休みがないような人だったんですけれども、週に1日、やっとのね日曜日の休みにいろんなところに家族みんな連れて行ってくれたんですよ。じいちゃん、ばあちゃん、そしていとことかもね、弟たちもいるので、もう大きな車でさ。だからね、私が今運転してる車っていうのは大きい車なんですよ。なぜかというと、アコースティックライブとか機材、楽器持っていかないといけなくて、もうね、ちっちゃい車じゃ人も乗れないので、ワゴン車じゃないとやっぱりこの仕事はね、ちょっと移動が大変なんですけれども、ワゴン車乗る時もお父さんになった気分がして嬉しかったんだよね。私多分ファザコンだと思うだけどマザコンとかね、シスコン、ブラコンって言葉ありますけど、うちの家族はファミコンだよねってみんな言ってます。ファミリーコンプレックスってこといやね、大事だよファミコンも。ぜひ皆さんもいろんな立場で自分に合ったファミコン探してみてください、まあ、めっきりね、私は世帯主なので娘を守るために必死なんですけれども、まあ、子供はね、何人増えても楽しいだろうなってずっと思ってきました。で、娘も一人だし、私は3人兄弟なのでね、もうね、可愛いからね、お子さんいらっしゃる方、そしてお子さんいらっしゃらなくても子供好きだよって方ね。私ね、子供が好きっていう女性が苦手だったんですよ。
なんか当たり前じゃんみたいな、わざわざ言うことみたいな感じでね、まあ、嫌なやつですよね。私もねそう思ってたんですけれども、年ですかね、もう最近堂々と好きだよって、なんか可愛いじゃんみたいなそういうね、なんかね、いろんなことがね、いい意味でどうでもよくなってきましたね。もっともっと極めてみたいですよね。このどうでもいいじゃんみたいな、そんなことにこだわるなよみたいなね、ある意味男性的になってきてるんでしょうね。男性的すぎるのでしょうね。まあそんな陽子がですね、今夜はちょっと女の曲をお届けしたいなと思います。かたしぐれというね、冬の季語が入ってるみたいなんですけれども、これからの季節にぴったりかなと思いつつ、いつもねこう雨が降るたびにね、ちょっと鼻歌歌っちゃう私も、自分の曲をね大好きな一曲なので、ぜひ昔の恋でも思い出しながらお聴きください。かたしぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪った、陽子でかたしぐれお聴きいただきました。我ながらね、この曲の歌詞、そしてこのレコーディングの時のめちゃくちゃ体調が悪かったからこそいい感じの歌い方もうね、いつ聴いてもね、この曲はもうこれで完成だなと思っております。陽子っていうアーティストがね、年齢をもっともっと重ねて妖艶と呼ばれるね、言葉がもう似合うよねみたいなね、女になりましたらまたまたね表現が変わるのかなって、その時はねまたライブで歌った時、あ、陽子いい女になってきたじゃんって言ってやってくださいお願いします。ではね、ちょっと今日は告知させてください。11月6日、場所は鹿児島市キャパルボホールにて石ジャムナイトが開催されます。この石ジャムナイト、本当は10月に開催予定でしたけれども、やっとねもう今度は中止しなくて良さそうです。キャパルボホールは感染症対策バッチリしておりますので、途中で空気の入れ替えといたしますが、皆さんご協力よろしくお願いいたします。そしてね、こちら4組の歌い手さんが出演されまして、固定バンド、ホストバンドを組みましてね、歌い手が変わっていくというね、楽しいスタイルなんですけれども、久々にバンドで歌えるし、そしてよくもたっぷりガッツリ歌えますのでね、ぜひ楽しみにいらしてください。そして石ジャムナイト、夕方6時からスタートなんですけれどもね、沖縄もその日にいらして翌日に戻るっていう工程だったら大丈夫ですね、間に合いますねそしてうちの娘もね、あのコーラスで参加してくれたり、1曲4組のアーティストとはまたちょっと別で、それこそね、なんかスペシャルゲストっぽくね、中学校2年生頑張って1曲歌う予定ですので、そちらもお楽しみにお願いいたします。そして12月18日は同じ鹿児島市のキャパルボホールにて、宮井紀之さんというね、シンガーソングライターのもう大先輩でございます、20周年迎えられたね
40代でね、もう元気ハツラツですね。いつ会ってもね、もうパワフル。そんな素敵な宮井紀之さんと一緒にツーマアコースティックライブでございます。これは楽しみの一つで、これも延期になって、これは9月にある予定だったのに12月になりまして、まあ、多分ねこれも延期にはならずに今度は開催できると思うので、ぜひこちらも遊びにいらしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そうだ、せっかくなんでバンドメンバーも紹介しましょう。11月6日はね、ギター石井、ピアノ北園真由美さん、そしてもう一人ギター原口博之さん、そしてベース入尾野直樹さんで、ドラムは西村真也さんで、歌い手さんはアップルジャムの司兄ちゃんこと中村司さん、かずかちゃんもシンガーソングライターさんです。そしてナンバー9と言って、もう9ちゃんと皆さん呼んでくださいね。9ちゃんはもともとね、あのバンドで活動されてて、今ソロで、とか10年ぶりのキャパルボホールだとおっしゃってましたね。もうね、この方も大先輩で、まあパワフルボイスなので、みんなね違うのよ、楽しいのよ。11月6日も、そして12月8日の宮井紀之さんは、宮井さんは小原やむちゃさんと一緒にピアノとギターでステージされます。陽子はギター1子、そしてピアノ北園真由美さんと3人でステージいたしますので、そちらもお楽しみに。いやね、告知って長いでしょう、ごめんね皆さん、だけどちゃんと聞いてくれたでしょ、だから来てねみんな笑顔でお待ちしてます。今日はね、最後の曲をお届けしたいなと思うのは、ピアノと歌の愛実という曲です。愛実というのはね、漢字で愛に日と書いて、日を、時間を惜しむという意味のタイトルでございます。このね、秋にもね、なんかぴったりだなと思って。私ね、縁側が欲しいんだよね。縁側とかでさ、夢をってこう始まるこの曲聴きたいんですよ。そういうのを皆さんも妄想しながらお付き合いください。愛実。夢を見た、名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような、何も知らないその肌は、誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない、愛しさも瞬き一つ、ほんの一瞬で。陽子で愛実お届けいたしました。いや、皆さんね、あっという間に今週のラジオも終わっちゃいますけれども、私が夜中暑くてシャツを脱いだっていう話から始まり告知に終わり、楽しんでいただけましたでしょうか。もうね、私ね、嬉しかったの実は。リスナーの方からね、メッセージいただきましてね、このメッセージは番組宛てではなくて陽子宛てだったんですけれども、陽子って元気かって、体調大丈夫かって、めっちゃ嬉しいでしょ。毎週ラジオ聞いてくださって、私が使っている選ぶ言葉とか声色とか
で判断してくださってさ、もうねなんかねいい涙が出てくるよね。私本当に愛されてるなって、皆さんのおかげでこうやってね陽子として活動ができているなと、感謝感謝でしたね。なので皆さん健康観察みたいに私のラジオも聞いてね、よろしくお願いします。バニラスカイ、皆さんからのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。それでは今週皆さんもっともっとハッピーで過ごしてくださいね。よーこの周りのみんなにもハッピーを与えながらよーこも過ごしたいと思います。それではまた来週、せーのバイバイハッピー。